今回は国鉄末期にローカル線の輸送改善を狙って登場したけど、アルゴさんにより短命に終わった車両がテーマです。ここは京都鉄道博物館、蒸気機関車がたむろす線形機関庫の脇に真っ赤なと言っても幾分色あせた車両が留置されています。これこそ国鉄オハ50系の生き残り。コロナ禍で立ち入り禁止になりましたが、客車休憩所として設置されていたのです。展示車両じゃないんだね。オハ50系客車は関西では万丹線や福知山線で運用されていました。1984年の福知山線に行ってみましょう。時間を戻すのだ。ディーゼル機関車が登場しました。そうです、オハ50系は動力を持たず機関車に引かれて走る客車なのです。電車、ディーゼルカーの時代に向かっていたのに、なぜ新しく客車を設計したの？当時の国鉄は困窮しており、車両を申請するコストを抑えたかった。とはいえ、ローカル線で走っていた車両はかなり老朽化していて、一刻も早く体質改善を図る必要に迫られていたのです。ディーゼルカーはエンジンを積まなくてはいけないから高くつくのだ。そこで貨物列車用に配備されていたディーゼル機関車に目をつけた。朝夕のラッシュ時間帯には長い客車列車を牽引させて、昼間に貨物列車を設定すれば一石二鳥。お客さんの少ない昼間と早朝、深夜には新しいディーゼルカーを最小限投入して輸送改善を成し遂げたのです。冷房装置はつかなかったけれど、機関車から圧縮空気の供給を受けて自動扉となり、安全性も向上しました。めでたし、めでたし。とはいきませんでした。国鉄貨物輸送の大変革によって、ローカル線から貨物列車が消えてしまったのです。朝夕の通勤列車のためだけに、メンテナンスコストのかかる機関車を保持することはできません。大誤算でした。ずんだ餅のふるさと、東北本線のように、貨物列車がたくさん運行されている路線では、50系客車は本来の意図通りに活躍したよ。引っ張ってくれる機関車を失ったオハ50系は、次々と職場を失っていきました。華やかな経歴としては、青函トンネルをくぐって青森と函館を結ぶ、快速、海峡号に抜擢されたことでしょう。冷房もついて、特急並みの設備になったのだ。その他、事業用車両やイベント向け車両などに生まれ変わった仲間もいますが、多くはあまりにも早い廃車の運命をたどりました。今、真岡鉄道の SL 列車でオハ50系に乗車できるよう旧型客車風の色に塗り替えられて元気に走っているのだ。それでは最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。